千歳橋千歳橋は大阪市大正区の大正内港に架かる橋2003年4月開通し土木学会田中賞を受賞した千歳橋は大正区鶴町道北岡島間への架橋により市内中心部への交通を遠回りせざるを得なかった鶴町地区の交通の便を改善するとともに大正通りの交通混雑を緩和する目的で設置された 大波2を延長する形で加強され、大正通りの終端に接続している。主教両部は、アーチ橋とトラス橋が融合した2景間連続、非対称ブレースドリブアーチ橋であり、鮮やかな青色に塗られている。千歳橋復活後も存続している都線2003年に、完成した千歳橋は2代目である。大正時代から昭和時代にかけて、 初代の地戸瀬橋が架けられていた。初代地戸瀬橋は1922年に架けられ、鶴町と対岸の新地戸瀬町を結んでいた。しかし、対象内向の建設工事のため、初代地戸瀬橋は1957年に撤去された。なお、当時対岸だった新地戸瀬町は、町の大半が内向の中に沈んでいる。初代地と瀬橋撤去の代替として、 千歳と線上が開設され、歩行者や自転車の移動に供されている。2003年に開通した千歳橋は、海面からの高さが28メートルあり、歩行者や自転車の利用には不便なことから、都線は橋開通後も存続されている。北村南公園から千歳橋までの往復約3キロメートルのコースを走る対象区ファミリージョギング大会が2006年より、 毎年行われている。大会の行われる間、何は鶴町線北村三丁目交差点、千歳京南交差点が規制区間となり、シティバスの108号系統は一部区間運休する。ありがとうございます。